朝から元気いっぱいやね。じゃあ、朝ごはんです。いただきます。いただきます。こんな感じで、バナナとヨーグルトとブリのあんかけ。あーとクリームシチュー。ねっとり。美味しいな。お客さんも土日が来やすいって方が結構多いんですよ。なのでちょっと出勤も増やしてます。私もバナナいただきます。バナナいただきました。朝は時間との勝負。はい、美味しい。ママが出発するよ。いらっしゃい、しに行く。うん、OK、行こう。では、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張ってね。なんだっけ、バスに乗って揺られてる、 Go Go、 バスに乗って揺られてる、バイバイ。行ってきます。行ってらっしゃい。よろしくね。またね。夕方に帰ってきます。バイバーイ。バイバイしてくれた。バイバーイ。お着替えしました。お着替えしてる間に何出してきたんそれ。何ですかそれは。うん。おむつ引っ張り出してんの。うん。何。楽しい？じゃあ、おいで。こっちおいで。はい、おはようございます。今日はですね、日曜日なのでゆいはネイルをしに行きました。まあ、2人でお留守番なんで楽しんでいきましょう。お天気いいね今日は。うん、お家の感じ的には両方とも主婦、両方とも働くって感じなので、今日は誰が見る日、明日は誰が見る日みたいなので、半分半分ぐらいで分かれております。今日は僕の担当でーす。うわー、うん、よし、じゃあ一日の様子スタートでーす。イエーイ。なおちゃん、そこおったら通られへんわ。行こう、向こう。なおちゃん、ここでお留守番。掃除機大好きやねんな。追いかけたくなるみたいです。あばっ、はい、ちょっと待って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 、すごい、三脚持ってんの。うん、おう、タッチタッチ、おーあー、おーい、
to see that you and me are gone. I don't know if my time is up when it's taking over. Why do I feel this much right now? Cause it's taking over. There's still a part that goes on. なこちゃんが寝ました。朝寝兼昼寝ぐらいの時間に1回ガッと寝る癖がついてるから、保育園とかでも1時間超えて寝てたりするんで、こんな感じで入ったんで、今日中に仕上げないといけない作業が少し溜まってるんで、それをガッと終わらせていこうかなと思います。出勤です。行ってきます。おはよう、起きてきましたよ。寝た。いや寝た。1時間ぐらい寝たな。よしよしよし。じゃあちょっと僕ご飯食べてゆっくりしていこうと思います。お昼いただきます。今気づいた。多分ボーダーかぶりしてます。今日ありゃケチ。お許しください。決して意図的なわけではなくて、たまたまなってます。なこちゃんお菓子どうぞ。僕はご飯をいただきます。なして、まあ、いただきます。よし。欲しい。ジャズジャズジャズ。まんまの時間です。いただきます。はい、ごちそうさまでした。いつも通り口周りは汚いんで、今日いっぱい食べました。ちょっとお散歩でも行きますか。はい、よいしょ。ごちそうさまでした。はい、終わったので帰ります。お散歩から戻ってきまして、飛んでました。あれ、さっきも抱いてたのにカメラ回してない。いやあ、ゆいが帰ってくるのでお迎えに行って、そのままスーパーに行って買い物をして行ってこようかなと思ってます。じゃあ行きましょう。お帰りしました。お帰りなさいませ。ちょっと見えてきた。はい、アイスを買いました。今からスーパーに行こうと思います。行ってきます。はい、ではご飯作ります。ちょっと寝てくれたんでサクッと作りそう。肉じゃがとゆだれ鶏です。ゆだれ鶏やった。ささっと作っていきます。いつもはなどっちかがご飯作って、どっちかがなこちゃんのご飯あげるって感じやな。せやな。日本の夜は終わってからの過ごし方、なこちゃんを見とかないといけないな。どっちかを、大きくなるにつれて寝る時間も少なくなってんすか。だから自由に動ける時間も少なくなってくる。大人たちの。ではいただきます。いただきます。着いた。お疲れ様です。いつもやったらここに。そうそう、なこちゃんもあるけど今日は寝てるので、2人でゆっくり食べます。はい、いただきます。美味しそう。
鳥いただきます。ちょっと美味しそう。うまっ。お昼も結局作れる。朝に。朝にサンドイッチ食べて。で、そっちに。で、差し入れてもらったら、とか、ちょこちょこ。じゃあまあ、がっつりはやっぱご飯食べられへんな。そうやな。仕事は。休憩をがっつりとってないから。隙間ずつ。なんか夜ご飯がめっちゃ美味しく感じ。いいか悪いか分からんけど、ダイエットか。うん。夜にがっつり食べるから。お昼だけもやると。なんか、年日と、やっぱ、不規則になる。ご飯って。サービス業。欲しいな。やっぱりやってる、むちゃくちゃやと。帰ってきて、11時半ぐらいやったら。そうだ。そういう時は多分、お昼が3時とかやな。ものすごい時間、大変な時間とかって。まあ、生きていける。生きていけますね。生きていける。ということで、今日はこんな感じの一日でした。はい。ゆいの仕事が始まったりとか、はい、で、なこちゃんのね、保育園が始まったりで、バタバタしてて、どんな感じの生活かって取れてなかったと思う。まあ、なんかこういう感じで過ごしてます。まあ、土日と平日の過ごし方ちょっと違う。そうやな。でも、もっと地味になってしまった、平日やったら。そうやな。なこちゃんが保育園に行ってるパターンか、なこちゃんがお家におるパターンというパターン。そうやね。なこちゃんが保育園に行ってるときは、僕はパソコンの前でひたすらじっと動かないっていう映像になってしまう。まあ、今日は割と活発な放送の日になります。で、動画内で紹介させていただいた D ボット、結構離乳食が始まってる。床がすごい汚れてしまう。で、ハイハイでよだれが落ちたりとか、結構床が汚れてしまうんですけど。で、ハイハイでなんかまあベタベタ触るし、すぐ綺麗にしたいっていう気持ちはあるやんか。ゴミが落ちて髪の毛とか、ホコリとかすぐ目立つから、そういう時にすぐ疲れる。前までのとこ、ちょっとゴミの量がある程度こまめに変えないといけなかったんですけど、結構いっぱい溜めれる。溜めれるし、プラスアルファモップ。水拭きすごいよな、あの機能。そう、ちょっと引くぐらい汚れてたんですけど、最初黒い水、取れたやつが出てきた。言うても住み始めて何ヶ月、2ヶ月とかなんですけど、びっくりするぐらい黒いのが出てきたんで、それをこう毎日自動で隅々まで掃除してくれるっていうのは本当に助かります。最強や。もうほんまに最強。すごい自覚が時短になるというか、そこまでしてくれるという。で、携帯でアプリを取って、まあ、リングっていうのをしてしまえば、ここだけ掃除してほしいとかもできる。だから例えばリビングのなこちゃんがすごく汚してしまったら、そこだけを掃除してくれるっていうのもパッてできたりするから。ダイニングテーブルの周りだけとか、そうやな、この辺周辺っていうエリアを決めたりとかもできるので、そういうのでも活用しやすいかなと思います。で、モードがその4つから選べるから、さっき言ったこのエリアだけじゃなくて、モップだけとか吸引だけとかっていうのをパッて選ぶこともできるし、全てが自動でできるっていうのがやっぱりとても便利で、音声もいけるし、おもちゃとかもすごく綺麗に受けてくれるようになってて、賢い自分より賢い。まあ静かやし、おなちゃんが起きることもないので、まあ心配ないのもできます。と、本当にあの床掃除に関してはこれで何もしなくてもよくなった。時短と清潔に保つっていう意味ではいいお買い物になったなと思っております。はい、最強です。最強ロボを手に入れてしまいました。最強ですね。本当に助かってます。詳細の方は概要欄にリンク貼ってますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、では最後まで見てみてください。ありがとうございました。バーイ。おまけ。バスに乗って言うなれてる、 Go Go。 バスに乗って言うなれてる、 Go Go。 バイバーイ。なこでした。バイバーイ。The stories I've been told, they never seem to leave my mind.